あ、いいですか、じゃあ。これいい？あ、いや、どうぞ。どうぞ。はい、乾杯。邪魔になっちゃった。まあいいや。大丈夫。大丈夫。熱いよ。大丈夫です。大丈夫です。お座敷天ぷらが入ります。はい、お座敷天ぷらどうぞ。お座敷天ぷらください。もちろん。で、ここには出演させていただいて、何回目ですか、ね、石井さんのうちの会社で、私がその新人に能が来たんですから、石井さん、この人誰ですかって言われて、なんか嫌われてないし、自分とこのほら新入社員だから、いろいろ、お前ちゃんとあれやれとか、これやれとか、指差ししたら、はい、そうですね。これは腰油。腰油ね。それでね、小沢さんね、これ中踏んのね。なって、余分な、あれを、あ、マジありますよ、これ持ちした、持ちた。振って広げるんですか？そう、あのね、振ってね、余分なね、衣を取っちゃうのね。あー、手がね、中に入るとね、お客さんが喜ぶ。これ手、こう、平気なの。いやどうしてか危ない。いや、これ危ないでしょ。どうしてかって、衣ついてるから。衣ついてるから平気なんですよ、ほら。長時間やると、一瞬だけね、一瞬だけ。指の天ぷらになるんで。すごいな、これこの時期に腰油食べられるってのはこれすごい。春はにがりを食うとかね。バーベキューの域を超えてる。焦げちゃった。バーベキュー。これがね、今大騒ぎしてる腰油ね。高い高い。じゃあこれもいいって。岩竹用にも。岩竹ある。岩竹の天ぷら。これから、まあとりあえず椎茸の天ぷらを。じゃあこれ。これがいいよ。あ、そうですか。これね。すみません、なんでかっていうとね、塩をね、振りかけすぎちゃったの。